はい、皆さんこんにちは。ソロバン式暗算が子供の脳のオクテルの著者の更新号です。まあ一人でソロバン教室にいて、まあ盛り上がってるんですけど、いやーすごい、日本ラグビーワールドカップ勝ちました。いやーインタビューが行われますけれどもね、このまま映してもどうなのかっていう感じはありますけれども、本当にねちょっと戻ってはいきますけれども、いやーすごいですよね。本当に奇跡としか言いようがないんですけど、やっぱりまあ、今日特別練習を実はやってて、まあ、前半戦ね、みんなでなかなか見れなくて、で、その後、まあ、前半最後の方から、教室でこれ、まあ、僕も一緒に応援してたんですけど、まあ、すごい。まあ、前半ね、これ3点、3点、3点で、これ9点取って、最後3点ね、あとゴール決めて、その後、後半のね、後半のこのトライを決めて逆転してっていうのはね、だからもうこれね、本当にアイルランド、まあ、世界2位ですけれども、もう、やっぱりごめんなさい、インタビューこれ聞こえてますけどね、いやーすごいですよ。ソロバンも人を感動させる可能性があるんですけど、やっぱこれラグビーやっぱこのワールドカップ日本でやることによって、このなんていうこのエナジーというか、やっぱり熱量というかが、やっぱこのアイルランドを完全に上回ってて、もう僕今何喋ってるか全然わかんないんですけど、自分で。まあたまにはこういう放送もいいかなと思うんですけど、いやーすごい。すごい。まあこれだけちゃんと用意しましたけどね。だからまあ人を感動させるっていうのはもうね、本当にもう、後半からもずっと、後半の後半からもずっと釘付けになっててね。まあ、僕も応援してますけど、やっぱりスポーツっていいですね。そしてやっぱりラグビーってこの男の熱い戦い、このスクラムもなんだか、僕もね、ルールも正直、まあ5年前ね、5年前か、4年前かな、ワールドカップね、日本が南アフリカに大金星あげてっていうニュースだけしか知らなかったですけど、まあ、これ実際やっぱり見てみるとね、いや、すごい。本当に何がすごいって、やっぱりだから、これチーム力ですね。だからソロバン教室っていうのもやっぱりチーム力。やっぱり個人戦のように見えて、やっぱりそのチームのカラーっていうか、やっぱり楽しいとか、厳しいとか、いろいろやっぱり苦しんできて、でもやっぱり取れたとかっていうね、まあ、やっぱりやっぱり苦しんできた分だけね、何かきちんとそういう成果が出るっていうんですか、もう本当になんかやっぱりすごく感じさせましたよね。もう本当に感動して僕も泣きそうなんですけど、まあ、リーチマイケルの、まあ、今日実は朝、ある番組やってて、もうその今、ヘッドコーチとね、新しいヘッドコーチと、やっぱりぶつかり合って、だから休めって言われても休まずに、自分はトレーニングしたりとか、だけどそれでやっぱりオーバーワークで倒れちゃったりとか、でもそれに、まあ、昔のね、エディ・ジョーンズコーチ、と全くやってることが、全く、どちらかというと、タイプが違うとかってね。まあ、ちょっとごめんなさい。今テレビに映ってるまんまちょっと喋ってるんでね。なんかおかしなことになってますけれども。まあ、本当はとにかく、いろんな、ドキュメントっていうんですか。まあ、ソロバン教室でもやっぱり活躍する人は、やっぱりそのドキュメンタリーっていうのが、一人一人やっぱりドラマありますから。それはなんとかもうラグビーのね、ドラマ、その人間ドラマと、それからやっぱりソロバンのね、その人間ドラマと。やっぱりソロバンもやっぱりきちんとこうやって見せていきたいですし、観客何万人いるとかっていうところでやっぱりやりたいっていうところもありますし、まあでも本当に今日はもう本当にね、日本代表のもうこの皆さんじゃないわ、皆さんのね、この素晴らしさで本当に感動。でもやっぱりソロバンも感動を与えられる。何でもやっぱり何か一生懸命やるとやっぱり感動を与えられると。まあ、今日多分これ全種連携ってね、皆さん、これからだと思うんですけども、まあ、全種連携って終わった日にこれ放送するかもちょっとわかりませんけどね。本当にラグビーがすごい。ラグビーすごいですし、この最後までやっぱ諦めずにしっかりディフェンスをして、このアイルランドを破るという。いや、まさか本当にね、破るとは思わなかったので、まあね、子供たちにも今日は多分負けるだろうとか言っちゃって、本当にもうね、日本だけの皆さんに申し訳ないっていう感じですよね。でもやっぱり愚直に、やっぱり丁寧に一人でこうやってきちんとタックルする。それでやっぱり丁寧にやっぱり地道な一つ一つのコツコツした努力がやっぱり最終的に本当に実を結ぶんだなっていうのね、本当にこの試合を見てて改めて感じさせられましたので、本当にね、一個一個です。まあ見取り暗算とかね、見取り算とかなかなか点数が上がらないっていう人もいますけれども、それでもやっぱり一個一個ちょっとずつきちんとバツ直しして丸になって、惜しいのが増えて、それから三角から丸になる、この喜び、だからできなければできない分だけやっぱり大きなものを得た時の喜びっていうのはすごくでかいわけですよね。もう本当にまあそんな感じでね、本当に日本代表の皆さんありがとうございました。ありがとうみんな。それでは皆さん、まあ4分ぐらいしか喋ってないんですけども、皆さん本当にありがとう。はい、ソロバンチャンネルですけど、ラグビーね、いやー本当ここに見に行きたかったなと思いますけれどもね、本当に激闘勝利です。日本のファンの皆さんありがとうございました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。まあ5分間ぐらいしかね、ちょっと喋ってないんですけど、すごい早口でめっちゃ盛り上がってますけれども、皆さんね、良い一日をお過ごしください。では、このまま熱量を持ってね、次の試合、それからソロバンもね、次の僕の授業ね、しっかりやっていきたいと思います。それでは皆さん。